今これ、今足元に落ちてました。あの玉虫、あのよくご存知だと思います。昔からわざわざこれで作り物、玉虫の寿司でしたっけ、なんか作り物にするぐらい、これもすごい綺麗だからって昔から人々に愛されてきた昆虫です。で、今これね、パッとあの死体というか、あの羽が見つかったんですけれども、これも決して特別な場所に特別にいる生き物ではないんですね。普通の里地に暮らしている生き物だったんですけれども、やっぱりどこでも減っちゃってますよね。だこういうのが普通にまだ見つかるっていうのは、この森がちゃんと健康でいることの証かなというふうにもね、まだこういうのが残っている。これが背中側の羽で、これが胸の部分ですね、お腹側の胸の部分です。これがどんぐりのなる木なんですけれども、奈良の木というふうに一般に言われている木で、クヌギやコナラなんですけれども、こういう木っていうのは昔から、その昔からじゃないですね、昔はその薪木に使われていました。今ここでその足元の方が2つに分かれているのは、木が最初からこう2つになってたんではなくって、人がこう切って使いました。切って使った切り株から芽を吹いて、棒芽更新というんですが、それが株立ちのような状態になって、さらに大きくなって今のような姿になってます。で、これが実際に薪を取るためにその切って、棒芽更新がなされたのか、それともまた道を管理するとか、さまざまなどんな理由で切ったのかわからないんですけれども、まあ人と自然が関わって、今の姿になっているということの一つの典型的な例じゃないかなというふうに思います。この家を建てられたのが、柏原が追い出されたのが昭和16ですから、はい、その後建てられたわけです、ね、はい、昭和18年に建て前です。この丸下駄はね、うん、もう海軍が出てくる時にね、木を切らせてくれなかった。それでこれはね、特別に1本切らせてくれたって、うん、うちたった1本この丸下駄を切ってきたんだ。でこの丸下駄はね、ここがずっと廊下があって、その先は今度は離れに日本間があるんでしょ。あれこの先は向こうの廊下の丸下駄に使ってあるほど長いんです。こんなの一本しか切らせてくれないで、あとはみんな池子の山の中に残してきた。そんなに山を切ると、うん、飛行機でね、うん、見れるから、うん、そんなに切ってはいけないって言ったんです。ですから、これと同じような木は今どんなになってんでしょう。いや、その後ね、おふくろ、船材としてね、うん、軍艦の代わりに、うん、物を運ぶのに、うん、短距離に、うん、木造船作ったんだってよ、うん、その時の材料になったって。はあ、そうだろうね。柏原村の、え、そうです、はい。他にこの家の中で柏原村から持ってきた材料、あとはね、この板ですね。この板は350年ぐらいの大きな杉の木の根っこです。でこれの続きが今玄関とこちらの、部屋の天井の板になってます。そちらを見せていただいてよろしいですか。この天井の板も同じです。杉の根っこです。これも柏原村のあった杉、はい、そうです、同じです。2本一緒になった根っこを製材したものですね。
こちらの天井も板もそうです。これは普通でしたら下が板敷きになって洋間になるべき部屋なんですけどね、まあ、当時はまだね畳が中心ですから。そうですね。まあこんなとこですね。他に何かその目ぼしい材木のようなものがあります。それからこの床柱、これも弾薬の中、これは池子のねうちの山から出たものです。これはネズミ刺しという木です。あの木ですね、ネズミ刺しって書いてありました。これネズミ刺しって痛い葉っぱなんですよ、だからネズミも近寄らない、痛いから。でこれをね冬にね、あれですよ、竹を細く割ったね笹葉っていうやつでね、皮を傷つけないように剥いておいて、今度ね形成層をね剥がすんですよ。それをやらされたんですよ。これこれも向こうも、あその辺はもう子供の仕事だったんですか。そうです。それで近所のおじさんと一緒に、おばさんと。なんとも風格のある、こういうふうにね飴色に上がらなければダメなんですよ。でこれをこうなる前に立てといて、今度はどうするかというとね、お豆腐のおから、豆腐屋さんからもらって、これは当てがってねこうやってこする、そのとこういうふうに仕上がる。なるほど、随分手間かかるもんですね。そうですよ、だから古いしきたり、技術に基づいてこのうちは立ってますからね。俺子供の頃から学校行かないで、今日は学校休んでこれやれって言われて。まあでも地主、あの山持ちの息子としてはそっちの方が大事な知識ではあったんでしょうね。そうだろうと思うんですね。まあおかげであれですよ、短命だったんですけど、親父に勉強しろとは言われなかったですあとこちらの部屋になんか竹のレールがあるっていうかあったんですが、あこれそうです。まだまだここについてます。これが近代的なねアルミ採取なんですけど、これが竹、ほら、そこに継ぎ手があるでしょね。それでわかるでしょ、竹だよね、竹だっていうのは。普通の家でしたらこれに雨戸がすぐついてるんですけど、これ寒いですからね、これをアルミサッシを入れて、それからこの外へ雨戸を、捨てないで付けさせたんです。あ、じゃあ一旦ついた雨戸を外してアルミサッシを入れて、そこまで大事に。そうです。だからこれをやる大工もね、この棟梁、建てた棟梁の一番ね最後のね弟子。それが今親子で仕事してますからやってくれますけど、俺もこれでもって最後だからやれるってわけのことを やらせてくださいなって言ってましたけど、